消される。みっちゃんがエラーで消された。俺か、消されたのは俺かな。俺がみくちゃんを失ったんじゃない、みくちゃんがいる世界から俺が消されたんだ。なんだよみくちゃん、急にいなくなったからびっくりしたじゃないか。また僕に会いに来てくれたんだね。今度は絶対離さないから。ずっと一緒だよな。さて今回もたくさんのありがたいリクエスト頂戴しました。今回の楽曲はリアル初音ミクの消失。以前にですね、初のフル尺初見叩いてみた動画としてですね、初音ミクの消失という楽曲をやらせていただき大好評ありがとうございます。こちらの楽曲自体がですね、伝説的な曲ということで、他のバージョンにもいろいろ派生しているような楽曲になってるみたいなんですね。でそのうちの一つもリクエストたくさんいただきました。リアル初音ミクの消失ということで、リアルがつきました。どんなバージョン、想像もつきませんね。おそらく僕が思うに元のバージョンよりもさらに難易度がぶち上がってるんじゃないかなって思うんで、これを乗り越えられるか、そちらに今回の動画も注目していただきたいと思います。そして前回のこちらのセカカフの楽曲、こちら初めてですね、演奏の後にしっかり MV を見直して、自分の初見の見立てが正しかったのか答え合わせをするような鑑賞会のコーナーもつけたんですね。そちらが皆さんのコメントで大好評だったので、今回もそちらやりたいと思います。そういうことか、だからリアルなんだ。なのでぜひ演奏の後も最後まで動画ご覧ください。さあそしておなじみの楽曲予想なんだけど、まあ、さっきも言った通り難易度は上がってるだろうから、やはりメタルテイストが強くなってるんじゃないかなみたいな。さあそれと元のバージョンでもおなじみとなっていた超高速歌唱ね、ボーカロイドならではの、人間には歌えないんじゃないかっていうぐらいの超高速歌唱みたいな、さこれも健在なんじゃないかなと思ってます。こわーみくちゃんが僕の元に帰ってきてくれたんだ。今日こそはかっこいいドラムを叩いてもう離さないよ。ずっと一緒だからね。また一緒に踊れるね。僕のビートとダンスしよう。それじゃあ行くよ。リアル初音ミクの消失。お、かっこいい。あ、はい。出た。出た。早く歌声使って。あ、早い。早い。あ、これ。嫌な予感がよぎります。ライド早いぞ、これあ、できたー。あ、今日も声がかわいい。あ、これに帰れ。そう、おいミクの変なのついていく。ああやっぱメタル感強い。はい、かぶる。これ速い、全然出てきたらできないよ。これはこのテンポどんぐらいだろう。テンポえっ、3球ぐらいじゃないこれ。強いと強いになって返してきた。素敵。たたった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 。本当になんか伝説的な展開はないかも。伝説派の一つになって超かっこいい。はい。出た出た。
ついてた。分かってきたよ、みっちゃん、君のことが。はい、旅終わってどんな展開だ。痛そうかな。痛そう。痛そう。あ、みっちゃんだね。あっちゃん、痛そう。はい、夏日もね。はい、早すぎるこの人。転倒した。かっこいいのミッション。ビートだけでもきて、はい、やっぱりできた。今回はいなくならなかった。はい、おっしゃ、決まった。これはもうこれはもうミクちゃんと一つになれたよね。ちょっと、え、待って、いや、このテンポで連打はできないよ俺。いや、はい、いや、変拍子じゃない、テンポも変わらない曲の中で過去最速だったかもしれん。くー、張ってるよ腕が。いや、これ歌詞の世界観とかも気になるから、やはり一緒に答え合わせ鑑賞会しようかな。それでは今日も行ってみようと。はい、おなじみのコーナーとなりました、答え合わせ視聴会。さあ、強い女性になって帰ってきたみくちゃん、どんなことを歌っているんでしょうか。ドラムのビートのアプローチ、そしてどんな歌詞の内容なのか、ここら辺にしっかり焦点合わせて視聴したいと思います。それでは行ってみよう。大杉さん、やっとるの。みそちゃんめちゃめちゃ可愛い。誰、誰の子、これ誰、みくちゃん出てこないけ。あ、みくちゃんいる。シルエットだけだけど、歌詞の出し方が超かっこいい。ここに流したい。みくちゃんあんま出てこない。ちょっと一回ごめん、止めるね。もう今の時代ってさ、いろんな娯楽がさ、楽しむことができて、まあ俺のコンテンツもそうだけど、どん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 移り変わっちゃうじゃないですか。前より本当にいろんな流行の移り変わり、流行り廃りの移り変わりめちゃくちゃ早いじゃないですか。なんかそれ歌ってんのかな。もう一回歌詞。上書きをされる。そうやん。だからすぐ上書きされてっちゃうじゃん。ってことなのかな。続きもちゃんと聞いてみよう。そうやん、すぐ他の誰かに取って変わっちゃうんだよ、怖っ。いや、僕も仮にもアーティストだからさ、ヒット曲出せたとしてもすぐ忘れられる。そのペースが数年前よりもさらにさらにどんどん加速してってる。この主人公の女の子はさ、普通にまあ一般的な視聴者というかユーザーで、そこに翻弄されるみくちゃんの悲しみを歌ってるのかな。消失っていう流行の流行り廃りで忘れ去られちゃう、その虚しさ、それを消失と歌ってるのかな。わかるよ、みくちゃんその気持ち。みくちゃんもこれ出てこないのか。何かが終わってまたすぐに始まる。いや、そうなんですよ。で、なんかこのさ、傍観者っぽいさ、うさぎちゃんのメトロノームはずっと一定にテンポを刻み続けてるじゃない。なんかだから主人公の女の子、これは消費者側で、みくちゃんは消費されるコンテンツ側、この対の関係になってる間に流れ続けてるこのメトロノームは、時の化身というかさ、時の流れ、あるいはなんか変わらないもの、
普遍的なものを表しているのかな。あとこの後ろの地に毛量みたいな人たちもさ、わちゃわちゃわーってお祭り騒ぎみたいに騒いでるけど怖いじゃん。視聴者の女の子は無邪気に笑ってる。それはそうだよ、悪気ないんだもん。消費するごとに楽しみたいものを楽しんでるだけだからね。そういうことかな。どうだろう、続き間違っちゃないんですよ。今に喜び、生まれた喜びを。ゆきちゃんがだってずっと読み込まれて表示されないじゃん。そこのメストロノーム全部何だったんだよ。そういうことだったでしょ。ダダスタダダスタ。待って待って、ごめん、なんか俺ドラムを考察答え合わせするつもりだったんだけど、歌詞に共感しすぎて歌詞の考察になっちゃった。いやこれいいわ。そういうことが、だからリアルなんだ。ああ現実そういうことか。いやー俺浅かった。リアル初音ミクの消失のリアルがさ、アルティメットとかさ、ハイパーウルトラみたいなさ、そういう感じの難易度上がりました、ミクちゃんさらに早口やばい歌歌いまーすみたいな、そういう意味かと思ってたけど、知恵は本当のリアルな意味でのリアルだ。うわーちょっと鳥肌、めっちゃ共感すんのよこれ。バンドもやって曲作ったり音楽作ってる側からするとめちゃくちゃ虚しさ感じることあるんですよ。もう今は移り変わるスピードが早すぎてさ、前のクールのアニメも覚えちゃいないだろう。いやそうなんだよね。いいもの作って感動させたい、喜ばれたい、自分も喜びたいってものを目指してやってんのに、すぐ新しい何かが出てきて、あ、何そっちも楽しそうってみんなすぐいなくなっちゃうんだよ。だから何目指して頑張ればいいのって、じゃあいいものって何なんだろうって分かんなくなる時あるんですよね。だからついぞミクちゃんは真っ黒な画面読み込み中のまま出てこなくなっちゃったじゃん。ミクちゃんももう出てくるの怖いんだよ、かわいそうに。じゃあその消費する側に罪があるのかと言われると、別に僕はそうは思わない。時代の構造がそうだから仕方がないんだよ。これ別に諦めでもないよ。音楽はそもそも時代を反映するものだからさ、嘆いてたって始まらないしね。だからせめて最後に見る景色が温かいものでありますようにって歌ってたよね。それに尽きるよな。それを信じて発信し続けていくしかないわってとこまでめっちゃ共感した。いや分からないよ、僕のこの解釈が必ずしも絶対的な正解ではないですよ。でも少なくとも僕はそう受け取ってなんか感動したし、この悲しみに寄り添ってもらえた気がして、そこにカタルシスがありました。なんかもう最高です。どうだろう、みんなはどう感じてる？よかったらコメント欄で教えてください。僕目通すから共感できたら嬉しいな。というわけでなんだか思ったより奥深い答え合わせになっちゃいました。なんか、興奮してるよ。ここまで見てくれてありがとう。というわけでお返ししまーす。ギュン。いや本当にね、一つの楽曲初見で叩いてみたでこうやって発信するとみんながそれに紐づいてさらに近い曲だったりまた全然違う曲だったり教えてくれて、本当に毎回新しい発見になってます。いつもありがとう。いやー今回は想像とは違ってずっと正統派なロックチューンだったからめちゃくちゃ楽しかった。正統派にめちゃくちゃ曲としてかっこよかった。どうだったかな、ビートの変化にそれなりについていけたと思うけど、みんな的にどうだった？ミクちゃんはもういなくならないよね。ねえ、このドラムだったら大丈夫だよね。ねえ。さあ、というわけで本日もありがとうございました。皆さんからのこんな曲やってほしい、あるいはこんなことをやってほしい、などなど、リクエスト、コメント、要望、どしどしお待ちしております。本日の動画面白いと思ってもらえたら、高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。というわけでまたお会いしましょう。ビースタンでした。バイビース。